商品レビュー専門の J です。最近物騒じゃないですか。なんか物音が聞こえた。ドキッとしますよね。それ開けてみたら、あ、猫だった、あ、猫かわいいねとかって。まあ猫だったらかわいいからいいけど、それが怪しいものだったらもう今頃いないですよ。殺されてるかもしれないですよ。まあそれは大げさかもしれないけど物騒なんですよね。まあ、車傷つけられる、あと玄関が荒らされてるとか、まあ、ちょっと目を離した隙に何か物が取られてるとかね。まあその時カメラがあれば安心ですね。ダミーカメラ、偽物のカメラでもいいと言われてるけど、まあそれじゃ不安だし、偽物のカメラなぜかわかるんですよね。あ、偽物だみたいな。なんか作りが違うんですよ。私でもわかりますね。あれ偽物だなって。あ、偽物じゃんって。だから余計荒らしてやれみたいな。それと偽物のカメラほど、つけた状態でそのまんまにしとく。放置されてるから、まあ、10年後ボロボロになってて、あのカメラ動いてないな、みたいな。バカにされる感じなんですよ。まあ、だからといって、警備保障会社の高いパッケージ。あれも大変ですよ。月々いくらという費用と、あと初期費用、何十万でかかりますよ。まあ、確かに、なんとかって赤いラベルがついてると、すごく心強いんですけど、まあ高い。じゃあ自分でつけるか。でも知識がない。でもその時にいいものありますよ。結局簡単だと言って全然簡単じゃないって言われるから、まあ、私本当に簡単か検証しました。スマホを使って自宅にインターネットが引かれてる。そういう環境だったら誰でもできますよ。アプリでゲームを落とせればインストールできますよ。設定できます。私スマホだけで行いました。今回、クーマテック様から提供を受けました。こちら。もういかにもカメラですね。ちょっと短い。それ付属のブラケットを使って、天井とか壁に取り付けます。必要なもの。このカメラを取り付ける場所には、電源だけですね。ここに AC アダプターを接続できますので、まあ、近くの 100V のコンセントに接続してください。まあ、一番いいのは、もうコンセントが上の方にある場所。トイレの換気ファンとか換気扇とかあるところ、そういうところにつけるのがいいですね。じゃあ具体的な設定の方法は、まずこのカメラ、この電源のところにランタン子があります。自宅にルーターってありますよね。無線 LAN のおやきとか、あとモデムとかって言われるところ、そこに LAN ケーブルを挿すところがあるんですよ。そこにこれを接続してください。まずはケーブルで接続、もちろん電源も接続してくださいね。そうすると1分ぐらいで起動する。その後スマホの方に iCloud というアプリをダウンロード。そしてメールアドレスとパスワードを使って登録します。その後カメラの追加ボタンを押すと自宅のカメラが表示されます。それで登録ですね。その時にパスワードが聞かれますけど、ここにパスワード書かれてます。これを入力してください。そしてカメラとの接続が終わったら無線 LAN の設定をして外に設置してください。これで設定完了ですね。まあ、ちょっと無線 LAN 不安とか無線 LAN 使いたくないという人は LAN ケーブルをそこまで配線してください。そうするとどこからでもスマホで見れるようになりますよ。あとこれ暗い夜でも安心ですね。真っ暗なところでも暗視機能で撮れます。しっかり撮れますね。実際私の映像を撮ってみました。これが今明るい状態ですね。これここで電気を落とす。そうすると白黒で撮れますよね。これが暗視モードです。もう部屋、何も見えないですね。真っ暗です。真っ暗なのにこんな感じで撮れますよ。だから安心ですね。まあ何か怪しいものが近づいてきた時、スマホで見れますからね。まあ怪しいもの、電気つけて私ですって来ないですよ。懐中電灯も消してこっそりと来る。そういう人を見たい時いいですよね。懐中電灯相手が持ってなくてもバッチリ映りますよ。あ、でもこれってリアルタイムで見てないといけないの？録画とかどうなの？できます。ただ録画をするにはこの中にメモリーカードを入れないといけないですね。マイクロ SD を入れてください。それ私の環境だと32ギガまでの SD カードに対応しました。それ SD カードを入れるとここで映った内容自動的に記録されますね。そしてスマホで遠隔で見ることができる。だから録画もできるから安心ですね。あ、それで SD カードでどう組み込むの？これがめんどくさいですね。めんどくさいって言っときます。ちょっと不慣れな人だったら、この手順を見せてやってもらった方がいいですね。まず手順。まずこの前面の部分を外す。そうすると中の基板が取れます。
それもう一個の基板が中に入ってますので、ドライバーを使って外してください。そうすると奥にスポンジで固定された基板があります。スポンジを取り出して、丁寧に基板を出す。そうするとマイクロ SD を挿すスロットが出てきますね。ここに手持ちのマイクロ SD カードを挿してください。これでこれ単体で録画できますね。ただこれ単体で録画されますので、これを壊されたり、これを持ってかれたらおしまいですね。だからどうするのか。高い手の届かない位置に取り付けてください。それが解決策ですね。防犯カメラ、特に録画機能のあるもの、すごく高いし、配線もめんどくさいし、取り付けてもらうにはプロに依頼しないといけない。結局高くなる。でもこれだったら安心ですよ。スマホにアプリをインストールできる人であれば、簡単です。ただマイクロ SD カードの組み込みは、ちょっと難がありますね。この部分は器用な人にやってもらってください。最近物騒ですよね。だからクーマテックジャパンのカメラ、ぜひ買ってみてください。今日も商品レビュー専門の動画見てくれてありがとうございました。